はい、皆さんおはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。今日は5月の20日月曜日となっております。今日はね、ひまわりの福大の総合公園で来たドッグランに視察に来ております。施設の方に聞いたらね、今日からね、月末まではね、ちょっと、施設のね管理をするということでね、はいお休みだということだったのでね、はい、今日はね、下見だけしてね、はい、ありがとうございます。はい、場所はね、一番わかりやすいのはね、今治にね、道の駅のね、ゆなうらというところがあるんですがね、はい、このね、反対側にね、上がっていく信号のところがあるんですがね、そこから上がっていっていただけるとね、一番わかりやすいんじゃないかなと思います。はい、場所的にはね、道にね、ドッグランのね、案内が、ちょうどね、この垣根のあたりにね、出てますので、ちょっとね、わかりやすいんじゃないかなと思います。はい、かりんちゃんね、お道の真ん中ね、し始めましたが、うん、初めて来るとこなんでね、かりんちゃんちょっと緊張したんかな。はい、ちょっとね、待ちましょう。はい、中でね、作業されてる方がたくさんいるのでね、またね、皆さん目安にしていただいてね、お出かけの際は行ってみてください。はい、この後ね、ゆずくんとかりんはね、この辺りをね、ちょっとね、お散歩させていただきましてね、またね、次回ね、6月に入ってからね、こちらのね、ご案内をしたいと思います。ということでね、今日はね、お出かけ先の、はい、今治のね、お蕎麦総合公園の方からお送りしました。あ、すいません、ありがとうございます。はい、見えるね、すいませんほら、見える、あ、ボン、はい、お立ち寄りの際はね、こちらのね、フワハウスというものがありますので、こちらのね、駐車場から歩いていくとね、そんなに遠くなく行けますので、またご利用に参考にしてください。はい、ということでね、今日はね、散歩道中は特別編で、今治市の、桜井総合公園をご案内してまいりました。はい、施設にはね、こういう、滑り台がね、あるところもあったり、はい、とぼとぼね、皆さんね、ゆずもかりんも階段をね、初めて来るとこですが、上がっております。
はい、上から見た景色はねこんな感じでございます。はい、見晴らしが本当にいいですね。はい、帰り道ではねこんなところもね、まあ本当上から見たらねこんな感じで景色も本当良くてね、はいね、かりんちゃんはね本当景色にねうとうとしております。はい、ということでね、また明日お会いしましょう。